2021年香港立法会選挙は、香港立法会の第7期議員を選出するために2021年12月19日に投票が予定されている選挙である。定数90のうち、20議席が地域別選挙区の直接選挙で、30議席が業界別の職能団体枠、残る40議席が選挙委員会によって選出される。 本来ならば2020年9月6日の執行が予定されていた。選挙に先立つ2020年6月、香港での反政府的な動きを取り締まる香港特別行政区国家安全維持法が施行された。今回の選挙は同法が施行されてから香港では初の選挙となり、民主派候補の出馬を認めなかったり、当選しても 議員資格を剥奪されるなど民主派への圧力がより一層強まることが懸念された。2020年7月11日から7月12日には民主派は候補者絞りを目的に予備選挙を執行した。こうした中、林定月が行政長官は7月31日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮することを理由に緊急状況規則条例を適用して、 選挙を1年間延期し、2021年9月5日に執行するとと発表した。林定月が行政長官は2021年3月30日、選挙制度変更に伴い、選挙を12月に再延期する方針を示した。ありがとうございます。